おい、貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。目型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で目型の巨人に接近しよう。ボサッとしてんじゃねえ。行くぞ。目型の巨人め、逃がすものか。奴は人類の敵だ。絶対に逃がすんじゃねえ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。高速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。目型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ目型が壁に近づく。今度こそ仕留める。早く目型の巨人の背後を取るんだ。一気に仕留めちまうぞ。成功だ。みんな攻めかかれ。かかった。やるなら今しかねえ。目型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。あんなに体力が残ってやがるのか。ちくしょう、どうしろってんだよ。けどきっと目型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ。マヤ、一斉にした。
ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。
おい貴様は貴様は何者だ。シガンシナク出身アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。3列目後ろ向け。貴様は何者だ。トロスト区出身ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれる者か。貴様は何者だ。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。それは素晴らしいな。貴様には最前線で真っ先に巨人の前菜になってもらおう。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実践訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。遅い、何をちんたらしている。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。いや、ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。
様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。くらいは誰にでもできる。もう一度攻撃してみろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。訓練なのに緊張してきた。貴様は次の訓練に進め。他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。九大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。
ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。体動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦につながるのかな。なんかこういうのって燃えますよね。まるで彼みたいです。それまで。さて結果は、ライナー・ブラウン、お前が1位だ。さすがだね、ライナー。よし、これなら成績上位にはいけそうだな。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。